娯楽作品として求められる絵があって、何かの安全性を感じつつリアリティ、リアルなスリル、そういうのが表現されているが、中に入っても実際は燃えてない。ジェットコースターが楽しいのは、何かの安全性が担保されているからだ。そういう。その時、見ればすぐ、わかる。これは燃えない。光が当たっているだけだ、スリルは？自分はこの程度では全然感じない。全然ダメだ。その主張の先に、新宿の火事が。燃えやすい木枠に、さらに木くずまで大量に配置。ちょっとでも火がついたら？素人目にも危機感がある。しかし、大丈夫ですよ。係員は言う。スリルを語るなら、このくらいやらなきゃ、的な、そういう主張の結果？本当に火がつき、5歳児が、焼け死んでしまった。オリジナルは、安全。そのギリギリのところで止めた、が。